ははいはいどうもペンギンギです、えー、コロナの2回目コロナワクチン2回目接種後約20時間ぐらいがたったぐらいですかね、まあ、今お昼の1時ぐらいなんですけれどもえっ、ー、と熱が今38度4分でなんとかお昼ご飯食べて解熱剤を飲んだという感じですねで一番しんどかったのが18時間後ぐらい午前中の9時10時ぐらい が一番しんんどくてお,か,んおか,んなんかすごい寒い寒気がしてで吐き気も若干してきてでそこで一回睡眠を2時間ぐらいとって目が覚めたらもうぐったりあこうやって熱あるなって測ったら38度4分ですねで今も薬飲んで38度2分なんか逆に吹っ切ったぐらいの気分でおるんですけどあんまり無理すると多分。 後に響くのでちょっとゆっくりしようかなめちゃめちゃ顔若いと思うよね熱い熱いすごい熱いで体の痛みは、まあ、あるはあるんですよね腕の,その予防接種を打ったところの肩の痛みはもちろんあるんですけど下半身、まあ、筋肉腰から下の下半身の,その筋肉の痛みってのは、まあ、熱が出たから 痛いのかなみたいなそんな感じに捉えれるぐらいの、まあ、痛,み痛みにも慣れてきたぐらいですかね、まあ、とにかく熱が出てしんどいっていうのが一番今はしんどいですねまたまあ経過見て夜とかにまたメッセージをあげようかなと思います